撮られてたのか。あ、こんにちは、今ちょっと稽古を活動しているんですけど、どんな感じですか？あ、すごいいい雰囲気で。カメラ！すごい笑ってるみんな。この瞬間はもうこれで最後だから、自分も知らなかったところに、ジャズのセッションもみんなでやってるからすごいとこに行けるみたいな、思いもよらなかったところに行きたい。全然ジャズの知らないけど、なんだろう、春風社にいる人、いる魂たち、どんどんかけてかけてかけて、劇場の禁止空間みたいな、ぶっ壊すみたいな、宇宙にパンって、その瞬間私たちが広がれたらいいなって思ってます。めっちゃ素敵やん。じゃあ最後に一言お願いします。なんだなんだっつって、やんちゃん準備できた？はい。あ、車出そっか。ああ、俺です。大丈夫、忘れ物ない？大丈夫。なんか本当に悲しいね。絶対 LINE しますね。私もしていいですか？絶対して。絶対します。私なんかめぐみちゃんに会えてすごい良かったな。何急に。大丈夫だよ、どうせまた会うから。どうせまた会うから。でもなんかめっちゃお別れ感なんかね。でも絶対会えるかなんか分かんないから。でも私会いに行くよ。あいだちゃん、私も行きます。私も。私も。嬉しい。やってくれな。これにて眠りさんともお別れということでね、お別れの言葉をどうぞ。はいはい、ちょっと一回はい、これにて皆様とお別れというわけなんですが、どうやら、何ですかね。何喋ったらいいの。脳直でいいんだよ。脳直。脳直。あのね、脳みそから直接。相変わらずわけわかんなくなりますが、まあなんだか、このなんもない言っちゃうと寂しいようなところに来るたび、今から人混みに帰るはずなのに。うちの方が寂しくないって、なんなんすかねこれは。あ、それはそういうもんだよ。でも、村井って覚えてる？あ、村井くん、あいつね、渋谷住んでんだけど、よくあのとこ住めるねって言ったら、俺寂しいのが好きなんですとか言ってて、これ面白くない？いやだってさ、多くの人は人が少ないようなところが孤独になるんじゃないかって思うじゃん。人混みの方が孤独感じるっていう。でもさ、そりゃそうじゃん、確かに。で、人が少ない方がさ、一人一人意識するってのがあるじゃん。で、これについてね、めちゃくちゃ面白い話があるの。積極的孤独と、消極的孤独。これから喋ろうとしてたんだから。あー、3時間くらい喋っちゃうから。はい、止まんなくなる、戻ってこれなくなっちゃう。そんなことね。でも楽しかった。今回は楽しかった。楽しかった、楽しかった。ね。じゃあまた会うときはよろしくお願いします。ということで、あ、じゃあこれを小石さんに贈呈。部屋の鍵です。一子相伝の。どうぞ。ありがとうございます。では、小石さんから一言。小石さんから。ああ、ふつつかものですが、よろしくお願いします。どこから来たんですか？あ、東京都からです。あ、東京どの辺？あ、青梅から。はい、これからよろしくお願いしますってことで。はい、じゃあそろそろレンちゃん行くよ。この先電話回してくから。あ、お願いします。寂
寂しいもんですな。私なんか今すごい生きててよかったなって思ってる。どうした突然。いやでもわかるわ。豊かな夜です。さらば、バイバイ。ウルルン対戦機みたいだったね。あ、でもあれだから小石さんに転生してるから。あ、そうだ、転生したんだ。そう、それがちょっとよくわかんないですけど。いや、誰もよくわかってないけど。あの一つ聞いてもいいですか。うん、あのなんか私聞いた時なんか誰かに会ったんですけど、なんかどういう人なのかなっていうか、なんかちょっと不思議な雰囲気の。え、ここで？あ、はい、ここですね、この中で。誰だろう。ちょっと聞きつけ、流れ星、ちょっと流れ星、流れ星見たい。この日、隕石が地球にぶつかる寸前ですれ違ったらしい。それの大きさは一つの都市を滅ぼすほどのものだった。私たちはそのことを知らなかった。私たちはそのことを知らなかった。誰かいませんか？誰もいないんですか？誰もいませんか？誰もいないんですか？誰かいませんか？誰もいないんですか？それ私ですか？私今日からここに泊まるものなんですけど、小石って言います。お二人はお名前とか伺ってもいいですか？別にうちらが誰かなんて関係ないし、あんたが誰かなんて知ったことじゃないけどね。そうかな。私はなんかどういう人か分かった方が接しやすいっていうか。そんなに安心したい？あ、安心？え、それどういうこと？だから人を自分の中の枠に当てはめたいってこと。この人おっこめしてるんだとか、学生なんだとか、男なんだ女なんだ、病気なんだ健康なんだ、人間なんだ虫なんだ、生きてるんだ、そういうところはあるけど、おさりなんだ、しじみなんだ、
みませんでした。すみません。すみません。ねえねえ、無心した時の夢ってどんな夢だったの？どんな夢？スケベな夢。それがね、なんか全然関係ないんだけど、なんかね、無人島みたいなところにいるのね。小さな島の海岸みたいな、空が朝なんだか夜なんだかわかんないの捨てて、砂浜に一人で裸足でいて、誰もいなくて、へえ、水平線がびっくりするぐらいまっすぐに見えて、海が黒っぽく見えて、空はなんていうか肌色っていうのかな、うわ、ここダメですよ。あ、すいません。あら、誰もいなくて、森しかないね。ね、森がずっとあって。森だー、森ー。森に入ると途端に暗くて、うっ、ね、え、なんかヌラヌラしてる、気持ち悪い。これこのまま行くの？行く。全然スケベじゃないじゃん。いや、そうなんだよね。それでそのままずっと歩いていったら、ん？ねえ、ねえ、あ、めっちゃこっち見てる、かわいい。うん。それでそのまま歩いていって、え、触りたい。え、あ、いや、触んなかった。なんでなんで？え、だって、カメちゃんなんかエキノコックスとかあれ持ってるかもしれないし。噛まないよ。いや、まあでも行って。かわいい。え、いかない。いや、ダメなのよ。なんでなんで？なんで？いや、だってさ。怒るよ。いや、しょうがないじゃん、行ったんだからさ。やだやだ。行くのね、でも。やだやだやだ。行きました。もうやめね、これ。なんで？スケベじゃないし。辺りを見回すと、いろんな動物の瞳孔だけが見えて、うえー、ん？なんか光ってる。ね、なんか。なんだろう。電信柱と街灯がね。なんでこんなところに？街灯の光にはいろんな虫が集まってて。でっけえが、あ、コガネムシっぽいの、タマムシ、きれい、ゴキブリもいるし、あ、またカルキ、あら、いろいろいるね。それをずっと僕は見てた。
ていくんだけど、ねえ綺麗だね。そうね、続く。こんにちは、眠り役の井上みなみです。みんなで見た流れ星夜空どんなだったんですかね私は東京生まれなので、大人になるまで流れ星や天の川を見たことがありませんでした。みんなは見れていいな。次回はちみちゃんとたいらちゃん、大学生のお二人が万年雪を見にお散歩に出かけるみたいですよお楽しみに。